へ入学した日南市内の新1年生に王子製紙日南工場からスケッチブックが4月16日にプレゼントされました。スケッチブックのプレゼントは新1年生に役立ててもらおうと1974年から毎年恒例となっており、この日王子製紙日南工場の事務部長らが油津小学校を訪れました。皆さん大好きな絵をたくさんたくさん描いてください。はい。そして工場で作られたスケッチブックを新1年生代表の児童に贈呈しました。1年生まだ入学したばかりで、やはりこう文字表現よりもこのように絵で描き表すということで、自分たちの創造性とか発想とかを生かすいい機会になるというふうに思います。これ何ができそう？描き方いっぱいできそうだね。この後教室では1年生全員に先生からスケッチブックが配られ、子どもたちは好きな絵を描いて楽しんでいる様子。楽しい。楽しいと証拠が出して証拠になって楽しい。スケッチブックのプレゼントは日南市内の小学校15校の新1年生451人に贈られるそうです。